ちゃん、日焼けした？お母さん、俺？なんか黒いよね。あ、赤にじゃないかな。おさん、コム、これ一般のうちらの参加者って音声まだ切っといた方がいいの？皆様こんにちは。備前国総社宮の長崎と申します。本日は備前国総社宮の疫病平癒収束祈願オンラインでご参列くださり心より感謝申し上げます。新型コロナウイルスの影響で残念ながらご参列いただけない方も、また遠く海外の方も、このライブ配信で共に五穀豊穣を願い、コロナウイルス収束を世界中の方々とお祈りしたいと考えます。本日は司会よりパソコンやスマートフォンからご参列くださっている方向けに作法のアナウンスがあります。そのアナウンスに合わせて作法を行ってください。次に拝殿前に飾らせていただいている書をご紹介いたします。
ますでしょうか。ご覧いただけますかね。見てる。大丈夫ですか。こちらの書はですね、ユーゲンさんという書家の方が書かれた作品です。以下ご本人からのコメントをご紹介させていただきます。これはバラマクス書というアーティスト活動の一環で生まれた作品です。今多くの方が抱えているであろう不安な気持ちやもやもやとした感覚が澄み切った青空のように晴れ渡るよう願い、という思いを込めて書かせていただきました。とのことです。素敵な人ですね。どうもありがとうございます。また今後ろで流れている曲でございます。この曲ですが、倉敷作陽大学音楽学部音楽学科学科長新見俊樹先生に事前の国総社軍に奉納していただきましたエタニティという曲でございます。神事が始まるまでもうしばらくこの奉納曲エタニティをお聴きください。ただいまより疫病収束平癒祈願を執り行います。まず守罰。守罰とはお供え物、道具、参列者を払う儀式です。ご起立ください。お下げください。
義払え、毎式に言わせる、ライドの狼たち、もろもろの魔法と罪汚れ、あらもが、払えたまえ、清めたまえと申すこと、を示せと、かしこみも魔法す。お直りください。モニターご覧の方、頭をお下げください。お直りください。ご着席ください。次に宮司いっぱいとはこれから神事が始まります。神様へ、そして参列者同士の挨拶です。ご起立ください。宮司に合わせ神前に向かいご一杯ください。ご着席ください。次に神饌を供す、お供え物を神様に捧げる儀式です。本来は神饌所から1台ずつ運びますが、今回はすべて事前にお祓いをして据え置きにしています。
次に宮司祝詞を奏す。祝詞とは神様の聞きよい言葉で私たちの願いを申し上げます。今回はコロナウイルス収束平穏のお祈り申し上げます。ご起立ください。
ご着席ください。次に浦安の舞奉納、世の中が平安であるように願う舞を奉納します。
次に宮司玉串を立て祭り拝礼。玉串とは神様と人間を結びつける橋渡しの役目をします。玉串に心を託して捧げます。ご起立ください。宮司に合わせご礼拝ください。二礼どうぞ。二拍手どうぞ。一礼お願いいたします。ご着席ください。次に神饌を手す。神様に捧げたお供え物をお下げいたします。
口いっぱい、神事が終わりましたと神様へ、そして参列者同士の挨拶です。ご起立ください。宮司に合わせ神前に向かいご一杯ください。ご着席ください。これをもちまして疫病収束、平諭祈願を取り納めます。次に宮司挨拶。本日はコロナ COVID-19 収束の祈願ご参列いただきまして感謝申し上げます。そしてまずはこの COVID-19 の影響で大切な命を落とされた方々に心より深いお悔やみを申し上げます。そして今現在もこの COVID-19 の影響で肺炎を患い苦しんでいらっしゃる方が一日も早いご回復になりますことを心より願っております。この疫病という COVID-19 のような疫病があるということというのは時代時代で起きたことでございます。その時に我々の先人たちは神様に祈り、そして皆で知恵を出して心を一つにして乗り越えてきました。これは私の暮らしている日本だけではありません。今世界各国で経済が冷え込み、国によっては食糧難になり、食べ物の奪い合うために喧嘩が起きてしまうようなそういう状況にまで陥っております。我々も生活の中で普段何気なく接している人と距離を保たなければとてもよそよそしくなったり、この人からもしかしたら病気を伝えているかもしれない、そういう猜疑心に苛まれたり、大切な家族がひょっとしたら肺炎にかかるかもしれない、そういった恐れを持って生活する毎日です。そういう時だからこそ先人たちは疫病の時に神に祈りを捧げたわけです。その先人たちに習い、今日皆様方と共にこの備前の国総社宮の神様に COVID-19 の平癒神聖化をお祈りしたわけでございます。この映像をご覧になっていらっしゃる方は日本国内ではなく海外からご覧になっていらっしゃる方もたくさんおいでかと思います。国が違っても人種が違っても宗教が違ってもこの穏やかで日常を取り戻したい、そういう気持ちを持つのはどなたもが一緒だと思います。この日本の片隅の岡山という地に今日は皆様方にこのモニターを通してお集まりいただいています。そして小さな取り組みかもしれませんがこのモニターの前に
集まっていただいた皆様方の COVID-19 の収束の願いをこの備前国総社宮の神々にお伝え申し上げました。またこの備前国総社宮という神社は病気の治す力の強い神様を祀っております。その神様のお力で今現在肺炎を患い苦しんでいらっしゃる方々、その方々が一日も早いご回復がありますことを願っております。今日皆様方と共にこの総社宮の神々に願った思いが総社宮の神々にきちっと引き届けていただき、一日も早く穏やかな日常を取り戻せますことを心より願いまして、ご挨拶とさせていただきます。今日は世界に向けて、発信しておりますので、私のご挨拶を英文にて通訳させていただきます。I'm going to read the priest's greetings, which has been translated in English, but I apologize to you that this is not what he said right now, but he wrote beforehand. This is an important festival in honor of the spring when we pray for a huge harvest and give thanks to our daily life and goodwill. In usual,Many people congregate to this shrine on this special occasion, but unfortunately this year, as we are all aware of the changes to the world regarding the coronavirus, we are unable to let the high numbers of visitors into the shrine. But it's important for those that wish to continue this festival and the tradition.We've decided to post a live video on the website so that you can set it up in your own houses, wherever you might be in this world, and come together and pray. We're now against the invisible fear and scared as if myself or someone I know might get infected.Also, I'm in deep sorrow for the loss. There are still numbers of patients under suffering. The countries where we live in, the races or the religions may be all different, but I believe that the wish we have is the only one. In the past,When our ancestors faced a similar world epidemics, they continued to pray to their deities and stood together in the face of such human problems that do not discriminate. But remember, they went through and got over it. That is why we now exist in the present. Again, I am very sorry for the entire patientsand also for all the people who have passed away. This is why my message is so important for all that wish to continue this festival and pray today. At the end, I hope this prayer will reach to the deities of Bizen no Kuni Sozagu and it will be heard. Thank you for your attention. それでは来年の4月29日はこの総社宮に皆さんで賑わってもらえるように祈ってます。次に参院大会
たけど、なんて一人気がする。何もせずに一人うつむいて、ダメだってわかってても、何もできずに。皆様、ご視聴ありがとうございました。最後に後ろに流れている曲のご紹介をさせていただきます。ご覧いただけますでしょうか。こちらはですね、すき焼きプロジェクトという方々のワンという曲になります。関西を拠点に活動されているアーティストさんが、音楽でみんなの心を少しでも元気にできたらという呼びかけをしてですね、それに賛同した全国の90人のアーティストが集まって、完成した楽曲になります。この90人のメンバーの一人である、東宮の崇敬者でありますナオミーさんという方がおられまして、その方からご奉納いただきました。しばらくの間お聴きください。この曲は YouTube でも配信されておりますので、ぜひこの曲を聴いてコロナウイルスに立ち向かうパワーに変えていただければと思います。よろしくお願いいたします。